はい、皆さん、こんにちは。渡辺です、えー。前回の動画で線形変換が半単純であることの定義を述べました。えー、ここにもう一度、あのー、書いてますので、えー、復習をしておきますと、4.16、プロップ4.16を見てください。そうしますと、えー、N 字正方行列 A に対して以下は同時ですよということで、A が対角化可能であるとか、その最小多項式が相異なる一時式の積に分解されるとか、 あと、KN っていう空間が A の固有空間の直和に分解されると。この3つが実は同値であるという話でした。で、えー、とこの同値な条件を満たすような線形変換のことを反単純というふうに呼びましょうということでこのように定義したわけです。で本日はこの反単順な線形変換の性質や特徴づけについて説明をしたいと思います。 はい。では、えー、と、まず、デフィニッションの4.19から始めたいと思います。V をベクトル空間としまして、えー、ラムダをそのサブスペースとしましょうと。で、X は V 上の線形変換ですね。で、その時に、このサブスペース、ラムダが X 普遍、まあ、X インバリアントというのは、えー、ラムダを X で移してあげても、再びラムダに含まれると。まあ、このような場合に X 不変というふうに呼びましょうというわけです。 で、今のこの4.19の記号のもとですね、ラムダに対してラムダプライムを、えー、補空間と呼ぶことにしましょうと。それはどういうときかっていうと、V がラムダとラムダプライムの、まあ、直和でかけると。まあ、このときに補空間と呼ぶことにします。コンプリメントっていうやつですね。で、えっと、早速、プロップ421でですね、えー、半単純正の特徴づけについて述べたいんですけれども、まあ、あの、 のテーションは4.19と同じで、V をベクトル空間、ラムダをサブスペース X をエンド V の弦とすることにしましょうで。その時に以下は同値ですよということで、一つ目の条件は X が反単純ですね。ですから先ほどの、ちょっと戻りますが、ここにある対角化可能などのこの三つの条件、まあ、同値な条件ですか、がこれらをまあ満たしているとするわけです。で、その時に、まあ、これがと同値な条件として、 2の X インバリアントサブスペースは X インバリアントコンプルメントを持つというわけですね。はい。まずはこの1と2の同値性を証明しましょうで。まずは1から2ですけれども、えー、1を仮定しますので、X セミシンプルとします。でそうすると、先ほどそのセミシンプルの定義っていうのは3つの同値の条件を満たすという話でしたが、まあ特に、ここでは V は X の固有空間に分解されるという条件。 を使いましょう。そうすると、V イコール、V アルファの直和という形で、こういう空間に分解されます。で一方で今、今、えー、ラムダっていう V の X インバリアントサブスペースを持ってきますで。2番を示したいので、この X インバリアントサブスペース、ラムダに対して、X インバリアントコンプルメントを、えー、構成してあげればよいというわけですね。 で、そこで、えー、ラムダ、X インバリデントサブスペース、ラムダに対して、ラムダをこの Vα という固有空間に制限したもの。まあ、それをですね、ラムダ α と、まあ、このように書くことにしましょう。そうしますと、えー、X を Vα に制限すると、えっ、ー、と、X は Vα は、あのー、固有値 α に対応する固有空間なので、ここ上では、X は、 アルファ倍のアイデンティティ V アルファという形で書けてるわけですね。でそうしますと、えー、X インバリアントコンプルメントが存在します。それをまあ、ラムダアルファプライムと書くことにしましょう。まあ、これなぜかというと、まああの条件見ていけばいいだけで、えっとまずですね、えー、V アルファ というのは、これ、あの、こういう空間だったわけです。で、その中に、ラムダアルファのが、ラムダと V アルファの共通部分ですね。えー、ここで、こう与えられています。はい、こういう状況です。で、えっ、ー、と、X っていうのは、今見た通り、V アルファ上、えー、なんかアルファ倍写像になっているというわけです。アルファをかけるっていうだけなわけですね。ですので、この V アルファの、 補空間。本当にただの補空間をこう取ってあげれば、えー、こいつがですね、えー、ここでは、あの、アルファ倍になってるだけですので、これが X インバリアントコンプルメントになるというわけです。はい。で、この時にですね、えー、ラムダプライムというのを今作ったラムダプライムアルファの直話として定義することにしましょう。 そうしますと、えー、ちょっと V を変形していって、V というのは Vα という固有うう空間分解されていたというわけですけれども、一方で今やった通り、Vα というのは、えっと、ラムダ α とラムダ α プライムの直和で書けているということで、まあこういうふうに書くことにしましょう。でそうすると、これはそれぞれ分けて、ラムダ α の直和とラムダ α プライムの直和というふうに書くことができます。で、ラムダ α のえ直和というのがラムダでしたね。というのは、そもそも、えっと、ラムダアルファの定義を思い出してみると、それはラムダと V アルファの共通部分だったわけです。ですので、ここの部分っていうのはラムダに他ならない。一方で、ラムダアルファプライムの直和というのは今ラムダプライムというふうに置いたので、結局 V というのがラムダとラムダプライムの直和で書けると。つまり、ラムダプライムはラムダのコンプリメントであると。 いうことがわかります。で、さらに、えっと、こいつが X インバリアントかという問題がありますけれども、X でラムダプライムを送りましょう。そうすると、えぇ、ー、これそれは、各ラムダアルファプライムを送って直話を取ったものになる。で、ラムダアルファプライムというのは X インバリアントだったので、自分自身に含まれると。 ということで、えっと、ラムダプライムは X インバリアントだっていうことがわかるので、結局、ラムダプライムが X インバリアントコンプルメントオブラムダになるということがわかりました。はい。ということで、1ならば2がわかったということですね。で、今度はじゃあ2を仮定して、その時に X がセミシンプルであることを確認しましょうというわけです。で、えっと、それをするためにクレーム、まず次のクレームを証明しましょう。 え、ラムダを V のサブスペースとしまして、Z をエンド、エンドラムダの源とします。この時に W という Z インバリアントサブスペースは、ラムダにおいて Z インバリアントコンプルメントを持つということをまず確認したいと思います。はい。で、そうしますと、えっ、ー、と、今2を仮定してますね。で、まあ、あの、ラムダを普通のサブスペースと取ってきていて、サブスペースの、えー、 があればそれのコンプリメントを取ってくることができるのでラムダプライムというのを取っていきますで、A、X っていうのをここに出てくる Z を用いまして Z とアイデンティティラムダプライムの直話として定義しましょうそうするとこれはエンドブイの元を定めますで、そうすると W っていうのがもともとですね仮定から Z インバリアントサブスペースっていう仮定がありましたで、そうすると えっと、X っていうのは Z のアイデンティティラムダプライムの直話ですから、結局、えー、W っていうのは、えっと、X インバリアントになるということがわかります。で、そうすると、仮定二によって、えー、X インバリアントサブスペースには、X インバリアントコンプリメントが存在するということで、それを W プライムと書くことにしましょう。まあ、それがここですね。 はい。で、今ですね、ラムダっていうのは、ラムダと V の共通部分と書くことができて、V っていうのは一方で、W と W プライムの直後と書けることが分かっています。ですので、それはこういうふうに書くことができるで、そうすると、これっていうのは何かっていうと、ラムダと W の共通部分と取ると、それは W ですね。だって、そもそも W はラムダに入ってるからです。 ですので、これっていうのはどういうふうに書けるかっていうと、こういうふうに書くことができると。で、ラムダプライム、あえっ、ー、と、ダブルプライムが X インバリアントなので、それを用いると Z インバリアントであることもわかりますね。ここの部分が。ここの部分ですね。ということで、まあ、これによってですね、主張が示せたよということがわかります。はい。よろしいでしょうか。で、えっ、ー、と、このクレームを用いて、えー ここで何を示したかって、示したかい、示したいかというと、まあ、2番目を仮定した上で、X がセミシンプルというのを証明したかったわけですよね。で、そのセミシンプルというのは3つの条件があって、その1つが V の固有空間分解の存在を言えばよいというわけでした。はい。 そこで何をするかというんですけど、まず Vα を X の、あの、固有空間としてましょう。まあ、こういうもの必ず、第三列以上でやってますし、存在します。で、そうすると、その上では、もちろん、X というのは α 倍のアイデンティティという形をしていると。ですので、Vα は X インバリアントで、今度はですね、そうすると、X インバリアントコンプルメントが、えっ、ー、と、存在するということがわかります。すなわち、V が Vα と Vα プライムの直和になるということですね。 で、今度は、じゃあ、X をその Vα プライムっていう方に制限すると。でそうすると、またこれはエンド Vα プライムになって、そいつの、あの、固有うう空間がまたその中で存在するわけですね。で、ここで、先ほどのクレームを用いると、まあ、実は、その、えっ、ー、と、あれですね、Vβ に対しても、X の Vα プライムへの制限のインバリアントコンプルメントが存在すると。 ということで、どん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 新しくできた方を、こう、小さく小さくしていくことができて、最終的に、まあこれ次元、有限次元ですから、V の固有空間分解を得ます。ということで、プロップ4 1 6によって、そういうような固有空間分解を持つってことは、セミシンプルだということですね。はい。ということで、えっと、ここにあるように、半単純性の特徴付けを得ることができたというわけです。 はい。続きまして、レンマの4.23ですけれども、すいません。こっちが消えてしまいましたね。えっ、ー、と、V をベクタースペースとして、X をその上のエンドモルフィズムのセミシンプルな弦だとしましょうと。そうすると、V の X インバリアントサブスペースにセミシンプルな線形変換を制限しても、再びセミシンプルになるというのが、レンマの4.23です。うん、この証明をし、あの、確認しましょう。 で、そうしますと、まず、えー、プロップ421、つい先ほどやったものによって、えー、X インバリアントサブスペース、ラムダに対して、えー、X がセミシンプルなので、えー、X インバリアントコンプルメントであるラムダプライム、これが存在しますよということがわかりますね。で、そうすると、このコンプルメントによって V はラムダとラムダプライムの直和に表されるわけですね。 で、さらに、それらが、それぞれ X インバリアントだということは、X が、X のラムダへの制限と、X のラムダプライムへの制限、それらの直話として表されるということです。で、そうしますと、X、X ラムダ、X ラムダプライム、まあ、それぞれの表現行列を ABC としましょうと。まあ、ここで表現行列と言ってるのは、ラムダの規定をとって、さらにラムダプライムの規定をとって、で、えっと、それらを合わせた。 ものとして、X に対応する、あの、V の規定を取ると。で、その固定した規定に関する表現行列を考えると、ABC は A イコール B00C。まあ、こういう形の関係になるということがわかります。これはだから、つまりこれを行列で表すとこうなりますよね、ということです。ていうことは、これ、まあ、区分けして書かれてるわけですが、まあ、I を正の整数だとすると、A の愛情っていうのは結局 B の愛情、C の愛情っていうのをしてる。 ことに他ならないわけですね。で、えっと、A のミニマルポリノミアル、最初、あの多項式、ファイ AX に対して、もちろんファイ A の A っていうのがゼロになるわけです。ファイ A の A がゼロになるんだけど、A の何とか乗っていうのは、こういう形、これでかけてるということをもうすでに言いましたので、ということはこれどういうことかっていうと、ここに対応するところだけ見ていけば、ファイ AA ですね。ファイ AA という、こいつの、 ここに対応するところだけ見ていけば、結局、φab が出てきます。はい。ですので、これ、φab っていうのが出てきて、00で、φac が出てきますので、結局、こいつもこいつも両方とも0になるということがわかるというわけですね。はい。で、それはじゃあどういうことかっていうことなんですが、えっと、φ a えっと、ここですね。b を代入して、えっ、ー、と、0になるような多項式の、まあ、モニックのうち、次数最初のものですね。そういうものが phi b x っていう最初多項式だったので、えぇ、ー、a, a に b を代入して0になるということは、それは p b x がファイ ax を割り切るということでした。で、同様に phi c x がファイ ax を割り切ります。で、 A というのは元々何だったかっていうと、a X のこれ表現行列ですね。で、X っていうのはセミシンプルでしたから対応する、えっ、ー、と、最小多項式は、あの、一時式、愛異なる一時式の席として表されると。まあ、つまり、重根を持たないという話でしたので、こちらも重根を持ちません。ということは、その重根を持たないっていうのがセミシンプルであることの一つの条件。 あの、同値な条件の一つでしたから、まあ、このことから x、πbx、πcx、どちらも重を持たないので、それは、ま、セミシンプルであるということがわかります。ということで、だから、まあ、特にですね、この、x のラムダの制限がセミシンプルだということがわかったというわけですね。で、最後に、えっと、a と b を、 セミシンプルでかつ、それが果敢なときに同時対角化可能という話をします。同時対角化可能っていうのは、ある生息行列を、共通の生息行列が、P が存在して P インバース AP も P インバース BP も対角行列になるということです。で、まあ、この、このことからわかることは、A プラマイ B も再びセミシンプルになるってことがわかります。はい。で、まあ、だからこの後半に関しては、これ両方ともがセミシンプルってことは、P インバース A プラマイ B。 各個と地 P というのを考えれば、それが両方とも、えっ、ー、と、対角行列になることから、セミシンプルが出てきます。ですから、後半は前半から従うわけで、なので、前半だけ示しましょうというわけですね。で、A の合異なるアイゲンバリュー、まあ、あの、こういう値を α1 から αs としましょう。そうすると、こういう部間に分解されるという話でした。で、それがここです。 で今、X を Vαi というアルフあの固有値 αi に対応する固有空間からベクトルを取ってくると。でそうすると、A の括弧 BX というのは、の A と B が今、果敢であるという仮定がここにありますので、それを用いることによって、B 括弧 AX と書けます。ただ、X はこの Vαi という固有値 αi のところから取ってきているので、AX は αix に変えることができる で、αi、スカラーなので前に出しましょうと。そうすると AB x アルファアイ、abx が αibx になるので、それはどういうことかっていうと、bx がこういう値 αi を持つということですね。はい。で、そうすると、bx が vαi に入るということで、これ何を言ってるかっていうと、結局、x をもともと vαi から取ってきたら、bx が vαi にまた入るということを言ってるわけだから、 えル、ー、VαI が B 普遍であるということを言っています。じゃあ、ここの、えっ、ー、と、こういう分、こういう空間分解、ここにありますが、これに即して規定を取りましょうと。で、そうすると、A っていうのは、まあ、こんな形で、えー、ブロックごとに Vα1 ではこうかけてますよねとか、VαS ではこうかけてますよねという形で書くことができると。で、B に関しても同じサイズのブロックでこう分けることができて、 できるということです。このにょろんって書いてるのは何かっていうと、掃除っていう意味で、なんか、ある生息行列 P が存在して、P インバース AP がこうかけますよ、という、まあ、そういう意味で書いてます。で、さらに、えっと、この B1 から BS なんですけれども、これらっていうのは、その Vαi に、えっと、制限して、B を制限して得られるものですよね。なんですが、その各 Bi も、先ほどやった連間から、セミシンプルになります。ということは、この Bi たちも、 えー、VαI の規定をうまく取れば、対角化されるということです。ですので、そ、そちらに新しくまた取ってあげれば、この、こちらも対角化される。というわけですね。で、こちらはまあ変わります。ということで、まあこのようにすることによって、え二、ー、つ、あれですね、えー、セミシンプルなものがあって、かつ、それらが、果敢であれば、同時対角化可能である。ということが分かった。というわけです。 はい。というわけで、本日はですね、反単純性のまあ特徴付けとか性質についてみました。え次回もまあ続きをやりたいと思います。